まずはこれまでのあらすじから。桐壺邸の第二王子として生まれた光源氏。進化に降格し、数々の女性遍歴を重ねていますが、亡き母によく似た藤壺の宮への思いをずっと秘めています。光源氏17歳。五条のささやかな夕顔の咲く屋敷で、ひっそりと住まう女人と恋に落ちます。五条の敗因で、二人きりで過ごしていた時、恨めしげな女のもののけが現れ、夕顔は亡くなってしまいました。光源氏は悲嘆に暮れ、とりあえず二条院へ戻りましたが、それでも、愛する夕顔に最後のお別れがしたいと、山寺に赴くことに決めました。本日は、この後のイラスト役。では行ってみましょう。温心地かき暮らし、いみじくたえがたければ。かく、怪しき道に、いでたちても。危うかりし、物凝りに。いかにせむと、おぼしわずらえど。なお、悲しさの、やる方なく。ただ今の、からを、見では。また、いつの世にか、ありし形をも、みん。と、おぼし念じて。例の、台風。随人を、愚して。いでたもう。みち、遠くおぼゆ。17日の月、差し入れて。変わらぬほど、温泉具の日も、ほのかなるに。鳥べのの方など、見やりたるほどなど、もの難しきも。なんとも覚えたまわず。かき乱る心地したまいて、おわしつきぬ。お疲れ様でした。まず単語や文法のチェックをしておきましょう。今回の重要古語はこちらです。また、文法事項はこちらです。愛する夕顔が亡くなって、悲嘆に暮れる光源氏ですが、これ光の手配した葬儀に参列したいということで、京都の外れにある山寺に出向きます。17日のたちまち月の夜で、鳥辺野など、気味の悪い場所も通り過ぎる道中です。さて、今回は古文常識、鳥辺野についてお話ししましょう。鳥辺野とは、平安時代の死体置き場のことです。この頃の庶民には、遺体を火葬したり、埋葬したりする経済的余裕はなく、遺体をそのまま野ざらしにする風葬や、鳥に死肉を食べさせる彫塑などにされることがよくありました。都の中にこのような場所があるのは良くないということで、当時は平安京の外に遺体を葬る場所があったようです。西の足立の、東の鳥辺野、そして北の蓮台野です。特に鳥辺野は、鳥辺山の西方に広がる極楽往生の地として、最も規模が大きくなっていたようです。
NHK 大河ドラマ光る君への第9話にも命を落とした直秀が砦野に捨てられ、あまりにも忍びないので紫式部と道長で埋葬するというシーンが描かれていましたね。今回有能なこれみつは夕顔の死が光源氏のスキャンダルにならないよう人知れず砦野に葬る手はずを取ったのです。当時は汚れというものが忌み嫌われる時代でした。これみつは秘密裏に早々の手配をしたかったのですが、光源氏がどうしても夕顔に最後のお別れをしたいというので、この汚れに満ちた砦野まで源氏を連れて行きます。普通ならこんな高貴な身分の人が訪れることのない場所です。しかも廃院での不気味な会議の後ですから余計に行きたくなかったはず。けれども光源氏は気持ちを奮い立たせて夕顔の最後に会いに行きます。それほどまでに彼女を愛していたのだということがこの砦野への来訪からも伺えますよね。さあ今回も第4条夕顔からのイラスト役でした。第1条桐壺からここまでの再生リストは説明欄のリンクに貼ってあります。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。